ちのモブ NPC さんたちって結構いろんな言葉に反応してくれるんだね。これはどうかな。最高の携帯電話、最高の携帯電話。ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。世界観にそぐわない言葉には反応しないんじゃないの。ちなみに最高の携帯電話だけど、ラステーション製に決まっているわ。異論は認めないから。あら、スマホは OS ごとリーンボックスモバイルが最強でしたよ。携帯なんて別にどこでも。というか、ベールのところの OS はヤンデレみたいだって話題になってなかった。根も葉もないネガキャンですわ。いい加減な情報に振り回されないでくださいませ。面白いな、もっといろいろ話しかけてみようっと。歌って、俳句読んで。最近声変わった？あんまり反応がないな。お待ちになって、ネプテューヌ。もっとストレートな言葉をぶつけて、マキシマムなリアクションを引き出しましょう。愛していますわ。そんなことは言って、他の子にも同じことを言ってるんでしょ。おお、返事来た。こういう質問も想定済みというわけね。 NPC 萌えのプレイヤーって絶対いるもの。ブーケに夢中のベールがその冴えてる例よね。やはりこちらのスキルを先に打った方が。あ、ですがそれだと詠唱中の立ち位置が迷いますわね。ベール、何してるの？大ボス戦のスキル効率を計算しているのですわ。と言ってもあっちの4女神オンラインなのですけれど。そうなんだ。じゃあ頑張ってね。お待ちになって。何をしているのかと聞いておきながら理解するのを諦めましたわね。だってこっちのゲーム関係ないんでしょ。多分解説されてもよくわかんないし、邪魔するのもあれかなって。そうおっしゃらず、ちゃんと解説いたしますので。ちょうどゲームの得意な第三者の意見が欲しいところでしたのよ。ネトゲのスキルは打つタイミングや順番でその効果は大きく変わってきますの。一撃自体は大したことがないスキルでも、追加効果の影響やドットなど総合的に見ると割合が大きい場合も。今スキル順と推定 DPS をまとめた表をデータでお送りしましたので。あら、あらあら、ちょっとどうして逃げるんですの。ようやく着いた。皆様、ようこそ女神様の祭壇へ。ああ、ブーケちゃんじゃありませんの。またお会いできてよかったですわ。どこか調子の悪いところはありませんこと。看病が必要でしたらいつでもおっしゃってくださいまし。その実は私、前回皆様にお会いした時のことをよく覚えておらず、一体何があったのでしょう。覚えていない。どういうこと。私たちが問題を報告した時、解析の途中でエラーが起きていたので、前後の履歴がリセットをされたんだと思います。なるほどです。現在 GM が調整中の件ですね。まあとにかくブーケちゃんが大丈夫そうでホッとしたよ。ネプテューヌの言う通りですわ。本当に心配しましたのよ。何やらご心配をおかけしたようで申し訳ないです。それじゃあ全員揃ったことだし、早速ミッションクリアしちゃおう。それでは4つの祭壇に神器を捧げてください。です。それじゃあ順番に置いていきましょうか。ああ、待って待って、せっかくだからさ、4つ同時にせーのーで置かない。いいですわね。ではこういうのはいかがかしら。姉妹同士で一つの神器を持って捧げるのですわ。あれ、それだとベールは
一人になるんじゃない？あ、ネプギアは譲らないよ。ネプテューヌはネプギアちゃんと一緒で問題ありませんわ。今回の私のお相手はもちろんブーケちゃんですわ。はにゃ、ベール様。私は NPC ですし、プレイヤーさんのイベントに参加だなんてとんでもないです。手を添えるだけならいいでしょ。それにここまで一緒にストーリーを進めてきた仲間ではありませんの。ブーケちゃんと一緒に女神降臨を達成したいのですわ。わかりました。それでは皆様、祭壇の前へ。お姉ちゃんたち4人で置いてもらえばちょうどいいかなって思ってたけど、やっぱり一緒だと嬉しいな。ネプギアったらはしゃいじゃって。もう可愛いな。そういえばお仕事以外でお姉ちゃんと一緒に何かする機会なんてあんまりなかった気がする。本当にごく稀に一緒にお菓子を作ったり、そのぐらいかしら。どうしたのユニ、ぼーっとしちゃって。もしかして緊張してる？ううん、そんなこと。新規を置くだけの簡単なお仕事だもん。どうってことないわ。お姉ちゃんが真ん中で持っててね。ワクワク。3人だとちょっと狭い。ねえねえ、まだ置いちゃダメなの？フライングはダメよ。ネプテューヌが合図するから。女神降臨という悲願の成就が姉妹初めての共同作業だなんて運命的ですわね、ブーケちゃん。うん、緊張しますです。そんなにコチコチにならなくても大丈夫ですわ。それじゃあみんな、せーので、いくよ。せーの。ついに深海への扉が開かれました。地上と深海とが虹の橋によって結ばれたのです。このゲートの向こう側に。はいです。夜女神様の住まう深海が広がっているです。ゲームの中の出来事とは言ってもなかなか達成感があるものね。感動に浸るのはまだ早いですわ。さあ早速女神様に会いに行きましょう。うん、みんなで深海へレッツゴー。ここが深海なんだね。よくぞここまでたどり着きました、選ばれし者たち。ずっとずっとあなたたちに会う日を心待ちにしていました。わあ、私だ。前にも言った気がするけど、これは私なんだよ。何を言ってるかわからないと思うけど、他のゲームではこの姿に変身するんだよ。いや本当。今遥か太古に封じられし災いが再臨しようとしています。この世界を救うためには私たち四女神だけでなく、深海で加護を受けた選ばれし者たちの協力も不可欠。どうか力を貸してください。もちろん、もとより魔王との戦いには挑むつもりよ。それにしても変身した自分自身にそっくりなキャラクターと話すなんてなんだか不思議な気分ね。本当にお姉ちゃんだわ。やば、なんでかしら、ちょっと泣きそうかも。今一度問います、あなたたちに世界の命運を託してもよろしいのですね？ええ、望むところよ。心置きなく任せてちょうだい。あんな感じの羽を作って女神様ごっこしましょう。ラムもラムも
もともと女神でしょ。あなたたちの意思、確かに受け取りました。必ずやり遂げてくださると信じています。私たちは地上に降臨するとともに、あなたたちに直接加護を授け、さらなる力を与えると約束しましょう。ありがとうございます。女神様も AI で動いているということは、きちんと会話が成立するんですのよね。私感激ですわ。これからブーケちゃんみたいにいろいろお話できたらいいですよね。魔王の力はとても強力です。ですが、ここにいる全員が一致団結すれば勝機はあります。力を合わせて魔王を倒しましょう。決戦の時は迫っています。さあ、共にアルスナルドへ。ええ、ブーケちゃんも女神様との対面を心待ちにしているはずですわ。一気にパーティーの戦力が充実したね。よし、これだったら魔王なんか目じゃないよ。もちろんよ、女神の力見せてあげるわ。さすがお姉ちゃん同士、すっごくいいコンビになりそう。皆様、お帰りなさいです。改めまして女神様、ご尊顔を拝しまして光栄の至りです。どうかこの世界に迫る危機を払いのけていただきますよ。ブーケ、選ばれし者たちをよく導いてくれました。今後もロイヤルガイストとして地上の民を助けてください。はいです。それじゃあ、私からも改めまして、どうぞよろしくね。もう一人の私。私があなたですって？意味がよくわからないわ。当たり前だけど、ゲームの中の女神様には伝わらない設定のようね。そうみたいですね。あの、今のは気にしなくて大丈夫です。お姉ちゃん。お姉ちゃん。ごめんなさい、見た目も声もそっくりだからつい癖で。何はともあれ、無事に地上へ降りることができたわ。私たちはいつでもあなたたちのそばにいます。これからは共に戦いましょう。はい。最後に地上に来たのは前回の魔王封印か。何千年前だか思い出せないぜ。女神様、その口調は。口調？こっちが本来の私の喋り方だ。なんか文句でもあるのか？お姉ちゃんが変身した時のいつもの喋り方だわ。こっちの方がお姉ちゃんにそっくり。あー、なんか落ち着くな。前のイベントで思いっきり敬語を喋ってた時、ツッコミ入れようかどうしようか迷ってたんだよね。私としては深海の時の喋り方の方が。深海では仕方なくだ。女神らしい行動をするときは態度に気をつけろってグリーンハートがうるせえからな。ホワイトハート、またそんな言葉遣いをして。皆を導く者としてふさわしい振る舞いをなさいます。他のお二人もですわよ。グリーンハートは印象そのものは変わらないけど、なんだか委員長タイプになっているわね。イオン女神の長女って感じだね。3人も妹がいるなら羨ましいですわね。まあ特に姉妹設定というわけではないと思いますけれど。無事に遺跡からご帰還なさいましたね。イオン女神様、ここが冒険者の拠点、ウィシュアルです。ウィシュエル、前の戦いの時に作った拠点じゃねえか。まだ残ってたんだな。懐かしい響きですこと。風景は変われど、私たちがつけたその名は今も残り続けているんですのね。悠久の時を経てなお町が栄え続けているのは喜ばしいことだが、私たちが悪しき者どもの手からこの地を守らなくては。そしてあの大聖堂、地上の民が四女神の加護を信じる心も
変わらずここにある。皆に感謝しなくては。さて、女神様に降臨していただいたばかりではありますが、いよいよ最大の試練、魔王との直接対決を迎えようとしていますです。幾多もの困難を乗り越えてきた皆様のお力があれば、きっとこの世界は救われると信じております。魔王幹部はハイとアトライオに魔界とのゲートを築き、魔王復活を企てている模様ですわね。これからすぐにハイトに乗り込むか。復活される前にゲートをぶったたいておけば。それは難しいわね。やはり最深部には外部からの侵入を阻む結界が張られているようだわ。はいです。魔王の最高幹部である2体のモンスター、双壁が中心となって結界を作り上げているです。ようやく出てきたわね、双壁。やっぱり一筋縄じゃいかないみたいね。それじゃあまずは結界を作っている双壁とやらを崩しにかかりましょうか。ブーケちゃんが似顔絵を見せてくれた鎧のおじさんと牛さんと戦うんだね。ふぅ、おっと、おじさんじゃなくて鎧の中身は美女かもよ。美女かどうかはさておき、人相書きだけではやや情報不足ですわね。どんな攻撃を仕掛けてくるのか。今までだって大した事前情報は得ずに戦ってきたじゃない。大丈夫よ、問題ないわ。あと2人だけでラスボス、私はもっといっぱい敵が出てきたって平気よ。女神様が登場したばかりだし、ストーリークリアまではまだもう少しあると思うな。分かっているボスが双壁と魔王っていうだけで思わぬ伏兵がいるかもしれないしね。はいです、お気をつけください。ひとまず双壁の二人は異次元エリアのどこかに潜んでいるとの情報が入っているですが。女神である私たちであれば、邪悪な波動をたどっていくことで見つけられるはずですわ。ナビは女神様にお任せするとしまして、私たちは出発の準備を整えましょう。それでは準備ができましたら一度大聖堂までお越しくださいです。あいつら何回姫の邪魔をすれば気が済むって言うのよ。でもまだよ、まだ負けてなんかない。姫は何度でも立ち上がるわ。そう、一握りの灰からよみがえるフェニックスのように。ストーリーなんかもうどうだっていいわ。ツールさえあれば四女神の力なんて無用の長物だし。あいつら次はこのクロノゲイアに来るはず。先回りでしもべをたくさん呼び出して今度こそコテンパンにしてやるわ。女神ともども姫の前に全員這いつくばらせて、姫こそが四女神オンラインに君臨する女王にふさわしいんだってこと認めさせてやるんだから。そうなればこのゲームのタイトルはもう黒猫姫オンラインでいいわよね。待ってくれ姫。何よキリア、姫の言うことに文句でもあるわけ？だったらあんたともお別れね。そんなこと言わないで。いや違う、今こそビシッと言うべきなんだ。姫、もうこんなことはやめにしよう。このゲームはプレイヤー同士で争うようなゲームじゃない。ましてや不正を使ってまでなんて。 GM に見つかるのも時間の問題だ。その前に自首すべきだと僕は提案する。何を言い出すかと思えばバカも休み休み言いなさい。ここまでやっておとなしく引き下がれるわけないでしょ。今までだって GM のことは巻いてきたし、次こそはちゃんとチーターの力を制御してみせる。それで済む問題でしょうが。いやダメだ、これ以上こんなツールを使ってはいけない。僕は君を愛しているから止める。今すぐそれを捨てるんだ。何それ、
自分だけは手を汚してないとでも言いたげね。この黒の原野にだってチートを使ってきたってのに。僕だけが清い身などとは思っていないさ。だが君を止めることができず、ここまでズルズル来てしまったことを後悔しているんだ。どうしても彼女たちと一戦交えたいなら、ツール抜きの完全実力勝負で挑もう。それなら僕も付き合うから。そんなの姫は望んでない。キリア、姫の話全然聞いてくれないのね。いや、本当に君のためを思っているからこそ僕は。うるさいうるさいうるさい、キリアのバカ意気地なし。もういいわ、私一人でやってやるんだから。そうよ、最初から私一人で十分だったのよ。姫、やめてくれ、これ以上は。姫、まだ動かしてないのに勝手に動いてる。それに画面いっぱいに出てるこの表示は何？気持ち悪い。ダメ、ツールの管理権限が剥奪されちゃう。やはりそんな危険なツールに手を出すべきではなかったんだ。待っていてくれ姫、今愛の騎士が正義の剣を振る。でやーノバカタストロフィー。もっとだ、もっと早く。さらばだ、愚かなる騎士よ。こんなたったの一撃で HP がレッドゾーンに。おお、これは驚いた。我の一撃を受けてまだ生きているとは。だがすぐに楽にしてやろう。ああ、チーター知ってばやりすぎ。弱い者いじめはあんまり感心しないかな。これは失礼いたしました。貴様はあの時の、よくも僕と姫をたばかってくれたな。そこへ直れ。え、君だって楽しんでたじゃん。今さら被害者面なんてやめてほしいよね。ツールを経由してデータは十分取らせてもらった。おかげさまでチーター氏も無事独立、君たちも晴れてお役御免だよ。最初からそれが目的で僕と姫にツールを渡したのか。え、うん、今さら気づいても遅いけん。いや、でも本当に感謝してるから。この AI をあと少し改良すればリアル世界にも革命が起きるはずだよ。姫を、姫を解放しろ。おっとと、すまそ、忘れてた。それじゃあお荷物はさっさと捨てて身軽になろうかなと。姫、チーターから切り離されたのか。聞こえるかい姫。さ、そろそろ出撃と行こうか、チーター氏。遠慮なんかいらないから、4女神オンラインを原型もとどめないレベルでぶっ壊しちゃってね。行為。ま、待て、どこまで僕たちを愚弄すれば気が済む気だ。目の前の表示がめちゃくちゃに。なんだこれは。すまない姫、僕は君の剣となり盾となると約束したはずなのに。お店見ていくわね。やっぱり
友達が来てくれると嬉しいな。ゆっくりしていってね。何よ、改まっちゃって。もうそれにしてもなんだか急にラインナップが増えたわね。素材の買い取りでも始めたの？ああ、それはね、ピーシェちゃんがいらないものとかくれるの。ああ、ノアル、ノアルもお客さんになる？なって。うわー、びっくりした。こんにちは、ピーシェ。ノワールじゃなくてノワールよ、ノワール。あゆにから聞いたんだけど、物々交換で宝石を集めてるんですってね。これは何かと交換できるかしら。さっき拾った鉱石なんだけど、透明で宝石みたいじゃない？あ、すごい綺麗って、それ欲しい。ドラダム交換してあげる。どれでもって、あ、あ、これ全部あなたが溜め込んでるアイテム？物々交換ってこんなに数が増えていくものなの？好きなものとそうでもないものは1対1じゃないんだって。なるほど、レートが違うってことか。それにしたって、これは全部換金したら一体いくらになるのかしら。それぞれ需要のあるところにうまく売りさばけば、今出回っている最高級の装備が余裕で一式揃うじゃない。ピーシェ、あなたこれを売って装備を整えたりしないわけ？装備？ピー、キラキラ以外いらないよ。ピーシェちゃんはお店屋さんをすることとキラキラしてるものを集めることだけがこの世界での目的なんだよね。コレクション、ルル。うん、まあプレイスタイルは人それぞれだし、誰かがとやかく言うことじゃないわよね。うむ、今の相場ではあれと交換すれば利益は最大。あ、でもダメよノアル、何も知らない子供相手にふっかけるなんて。どれでもいいって言ってるよ。私はいつも好きなのをもらっちゃうけどな。あなたは価格なんて見てないでしょ。うん、まあまあまあ、それじゃあ中間あたりを取ってこの素材と交換よ。これなら全然フェアよね。それでいいの？それなら10個あげる。はあ、ダメよ、そんなのこちらに利がありすぎるわ。あなた、そんな商売の仕方をしていたらそのうちダメダメな大人に財産を根こそぎ持っていかれるんだからね。ダメダメな大人？ベルベルのこと？ベルさん、極悪商人だったの？どうして即ベイルの名前が出てくるのよ。まあ、わからなくも。あ、いやいや、私までダメダメなんて言っちゃうのはさすがに薄情よね。とにかく、これとこれは一個ずつの交換よ。いいわね。よくわかんないけど、ノアルがいいなら、B もいいよ。それじゃあ、交渉成立ね。すごい綺麗。ありがとう、ノアル。よかった。ピーシェちゃん、本当はちょっとだけ私の方が損してるんだけど、まあそこまで高価な鉱石でもないし、商売っ気出すものじゃないし、ましてや私主戦度じゃないし、それに仕方ないわよね、こんな顔されたら。ああ、お客さんみんないい人なんだね。うん、ノーアル、いい人。
教えて、ベルベル。お茶の豆知識のお時間ですわ。本日のお茶はロイヤルミルクティー。手鍋を使って牛乳で煮出して作る、ちょっぴり贅沢なお茶ですわ。ちなみにそこにスパイスが入るのがチャイですのよ。牛乳だけで煮出すというのが固定観念のように思われがちですけれど、実はそうすると薄くなってしまいますの。まずはお湯だけで抽出し、それから牛乳を入れるのがコツですわ。そうすることで茶葉の味がきれいに出ますので。牛乳選びですが、乳脂肪分が高ければ高いほど好ましく、生乳 100% が理想ですわね。ルイは雪国で寒いためか、ブランやロムちゃん、ラムちゃんにも受けが良かったので、いずれまたお茶会を開きたいですわね。それでは、良いティータイムを。